では血液凝固反応を見ていきましょう。実はね、人体って結構脆くて、1日にね、数千箇所の血管に傷がついてます。で、こんな風に血管にちっちゃい穴が開いちゃったら、そこから血液漏れちゃうんで、まずは血小板っていう血球がそこに集まって、血液の流出を防ぐバリアになります。まあちっちゃい傷だったらこれでいいんだけど、このバリア結構脆くて不安定なんで、結構傷が大きいと、この血小板が作ったバリアをガチッとね、補強する、ね、ガチッと補強するような反応が進んでいきます。それが今回説明する血液凝固反応ですね。この反応、ものすごく複雑で連鎖的な酵素反応です。様々な酵素、様々な因子が働きます。教科書や参考書、資料集によって書かれていることが違うように思えるのは、ものすごく複雑な反応を省略して書いてあるから、書かれていることが違うように思えるんですね。今回もね、大学入試に出るようなところを、ね、ピックアップして、省略して書いてあります。では見ていきましょう。傷ついちゃった組織ね、損傷した組織からは、トロンボプラスチンという物質が放出されます。まあ、糖タンパク質ですけど、覚えなくていいです。名前ぐらいはたまに問われるかな。あとは、血小板から血小板因子が放出されます。実は血小板因子もね、一種類じゃなくてね、血小板のマクリン脂質とか、血小板のマクリン脂質とか、まあ、いろんな因子があるんだけども、まあ、血小板から放出される血小板因子、血液凝固に働くぐらい知っとけばいいです。これ、括弧してあるのはあんまり問われないって。あとは、カルシウムイオン。カルシウムイオンは、ここだけではなくて、いろんな反応に関わっていきます。なので、ここにカルシウムイオンって書いてあるけど、もうほぼ全ての反応にカルシウム、結晶中のカルシウムイオンが必要だってことは知っておきましょう。これ、矢印がね、ポン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 ってね、書いてあるけど、これ、ものすごい様々な反応がここで起きるって意味ね。こんな風に、トロンボプラスチンが、できた、はい、じゃあ次もう進むとか、結晶板因子が放出された、じゃあもう進むってんじゃなくて、この間に結構いろんな反応がありますよって意味。で、いろんな反応が起こって最終的にプロトロンビンがトロンビンに変換されます。このプロっていうのはね、前駆体、トロンビンになる前ですって意味ね。プロトロンビンね、トロンビンになる前だよ、トロンビンの前駆体だよって意味ね。で、このトロンビンが酵素です。何をする酵素かっていうと、フィブリノーゲンからフィブリンを作る酵素です。フィブリンっていうのは、繊維状になります。繊維状っていうのはファイバーね、ファイバー、ファイバーとフィブリンのフィーブは語源が同じね。繊維状のフィブリンを形成します。ちょっと不要なところをこのトロンビンがね、フィブリノーゲンの、一部をちょっとチョキンチョキンって切るんですね。で、フィブリンができる。フィブリノーゲンのままだと電気的な反発、これ覚えなくていいけど、フィブリノーゲンのままだとフィブリノーゲン同士電気的な反発が起こって集合しないけど、トロンビンが作用して一定部分を切ることによってフィブリンっていう分子が生まれて、でそのフィブリンっていう分子はその電気的な反発が軽減されて、ガチャガチャガチャとフィブリンがつながっていって長い繊維状になる。で、このフィブリンが血球を絡め取って血餅を作る。これが血餅、これが血餅、これが絡め取られた血球で、でこのファイバー状の繊維状のタンパク質が、これがフィブリン。血球を絡め取って血球をフィブリンは絡め取って血餅を作ります。で、この血餅が頑丈だから血液が外に出るのを防げるっていうんですね。血液って放置したら血清と血餅に分かれる。この反応が進んで、で血餅をクローズアップしたらこんな感じ。繰り返すけど、血球がフィブリンに絡め取られているのがこの血餅で、余った部分は血清って言って、これ免疫のところでもう一回、教科書に出てくるけど、血清って言って、ね、薄黄色の液体、血清、単黄色の液体、血清。まあ血清は血小の成分からだいたいフィブリノーゲンを除いたもの、血小マイナスフィブリノーゲンのような液体だって、結晶からフィブリノーゲンを除いたものに大体等しいって言われます、この血清。確かに、フィブリノーゲンなくなっちゃったのって思うかもしれないけど、この血餅を作るのにね、血餅を作るのに、フィブリノーゲンはフィブリンになって、ね、それでフィブリンでこの血餅ができてるんで、ね、このフィブリンを作り出すのに、フィブリノーゲンは結構消費されてるから、だからこの血清は、血晶からフィブリノーゲンを除いたものに大体等しいって言われるんだね。
じゃあこれが血液療法の大体の仕組みだけど、これ医療行為、お医者さんのこと考えた場合に、患者さんから採取した血液がさーっとね、血液凝固を起こしちゃったら、こんな状態になっちゃったら困るわけですよ。ね、困るわけ。あ、患者さんの血液ね、血平と血清に分かれちゃいましたなんてなったら困っちゃうわけ。だから血液凝固を防ぐような方法も開発されて、知られています。じゃあ血液凝固を防ぐ方法、これ結構問われるから確認しておこう。まずは血液凝固反応、このトロンビンも酵素だし、いろんな酵素が関わるんで、まずは低温条件に血液を保存することで、この酵素反応を遅くストップできる。まずは低温に保つことで血液凝固を防ぐことができる。また酸ナトリウムを加えることで、クエン酸イオンがカルシウムイオンをキャッチしてくれる。クエン酸ナトリウムを加えることでカルシウムイオンを取り除いて血液凝固反応をストップさせることができる。わかるかな、酵素の働きを低温でダウンさせるってことは、酵素がこの血液凝固の反応に必要なわけだから血液凝固の反応が止まる。カルシウムイオンはいろんなところで血液凝固反応に必要だから、このカルシウムイオンをクエン酸ナトリウムを加えることで、このカルシウムイオンを、捕獲しちゃう、クエン酸ナトリウムを加えることで、このカルシウムイオンを取り除くことができるんで、カルシウムイオンがない場合は血液凝固が起きないから血液凝固を止めることができる。あとはヘパリンとかヒルジンっていう物質はトロンビンの働きを抑制する。ヘパリンってね、結構肝臓にたくさんあって、まあ、なんでかっていうと、このヘパリンって肝臓にたくさんあるんだけど、なんでかっていうと、このフィブリノーゲンとかプロトロンビンって肝臓で作られるんですよ。肝臓で作られるので、肝臓ってものすごい血液が集まってるじゃん、肝臓って。だからなんかの拍子にプロトロンビンがトロンビンになって、わけのわかんないところで血液凝固なんて起きたら大変だから、だから肝臓にはたくさんのヘパリンがあるって言われてます。あとヒルジン、ね、ヒルジンのヒルは聞いたことヒルって聞いたことあるかな、ね、血を吸うヒルね。あれもなんていうか、血液凝固で血が固まっちゃったらヒルって血が吸えなくなるでしょ。だからそういうヒルからヒルに存在するね、ヒルの唾液を出すところに存在するのがこのヒルジン。血液が止まるのを防いでくれる。気持ち悪いと思うかもしれないけど、このヘパリンとかヒルジンって血が詰まっちゃうような、疾患の治療に用いられています。これ薬剤として用いられています、ヘパリンもヒルジンも。あとはフィブリンって、繰り返すけど、これファイバーと語源が一緒で、これ繊維状になるんで、この繊維状のフィブリンって普通にこう棒で書き取ることができます。こうね、フィブリンを書き取ることで、もう物理的にフィブリンを除去できます、ね、棒でかき混ぜて書き取ることで物理的にフィブリンを除去できます。こんな低温に保つ、ね、ヘパリンヒルジンを加えるとか、クエン酸ナトリウムを加えるとか、棒でフィブリンを書き取るみたいな感じで血液凝固反応は止めることができます。じゃあちょっとね、難しいけど、ごめん、ちょっと板書に結構手を加えちゃったけど、ちょっと難しいけど、問われるところはトロンビンがフィブリノーゲンをフィブリンにして、でフィブリンが血球を絡め取って血平を作る、まあ、この辺、あとはカルシウムイオンが関わる、まあ、この辺だけしっかり押さえていれば平均点以上は狙えますね。ちょっと難しいけど、詳しい血液凝固の話を、話してみましたね。ではね、もう一回、復習してみてください。